どうも、ふうさんです。今日はね、スーパーマリオサンシャインがリメイクされる記念として、スーパーマリオサンシャインのね、バグ技を紹介していこうと思います。今回紹介していくのは、ロケット保存という技ですね。うん。ロケット保存、なんだそれと。まあ、名前の通りですね。ロケットのね、このロケットで飛ぶ食べるんですけど、高くに。このね、高さを保存するっていうね、何言ってんだと思う方いると思うんですけど、ぜひね、今からやるので見ていってください。マリオってね、この、例えばジャンプした後とか、着地した時とかに、この硬直があるんですよね。行動に、この何もできない、この入力できない硬直時間があるんですけど、まあ、それをね、利用してね、このロケットを保存するって技なんですけど、例えばこれ一番いいのが、この構え保存って言われてて、この構えのね、この解除したのを利用して保存する技で、これを使うとね、無限に高く飛べるんですよね。早速やっていきましょうか。はい、ということでね、ごめんなさい。ちょっと口で説明するの難しいんで、後で編集の自分に任せようと思います。編集の自分頼んだぞ。編集の自分分かりやすく説明してくれと言ったところで、ちょっとカットしようと思います。どうぞ。どうも、編集のふうさんです。普通のノーマルノズルの状態でね、L ボタンを深く押すと構える状態になるんですけど、その状態でね、R 半押して、ノズル発射しつつ、ロケットに切り替えてね、こうどんどん溜まっていって溜まっていって、この溜まるタイミングで L ボタンの構えを解除すると、保存できます。生の風さんしっかり。はい、ということで皆さん7回ぐらいね貯めてきました。いや、最初に言うの忘れてたんですけど、これやるときはこの崖、この落ちるとこがあるとこの近くでやってください。それじゃないとできないんでね。さあ、これで溜めた後にノーマルノズルに切り替えて、ノーマルノズルの時に L ボタンを押すとカニ歩きできるんですね。こうやってカニ歩きできるんで、これでなんとこの崖のとこに落ちると飛ぶんですね。どこに行くんだ。いや、やばすぎ。今まで溜めたらロケットの分が全部ね発射されてマリオが飛んでいくんですが、ちょ、カメラどこ行ってんの。どこ行ってんの、どこ、これ。やーば、島が一望できる。これ結構有名な技でね、マリオが上に落ちるっていう付けられてるんですよね、名前が。上に落ちるってなかなかやばいよな、言ってること。さあ、もうドルピックタウンが一望。やば。いや、カメラワークしっかり。全然どこ映ってるかわかんねえ。移動できんのかな、移動できてますね、ちょっと。全然しておりね。ヒップドロップしますか。さあ、これが有名な隕石マリオ。はい、ということでね、今日の動画はこの辺にしようかなと思います。こうやってね、マリオサンシャインのバグ技っていうかな。うん。ちょっとずつ紹介していこうと思ってるのでね、ぜひ興味ある方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。またね、スーパーマリオ 3D コレクションが発売されたらね、マリオサンシャインの実況もしていこうと思ってるので、そちらもね、興味ある方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。といったところでね、全然おりね、自分の喋りが間に合わねえ。はい、ということで今日の動画はね、これにしようかなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。落ちるまでお楽しみください。